一度うつ伏せに寝てください。はい、もう一つ使うのでこちらの上に足を置いていただいて、はい、楽にしていいですよ。高い蒸しタオル乗せますね。今までどこか他にもマッサージ店行かれたりとかってあったんですか？あ、うん、あります。あ、はいはいはい。でもなんていうか、うん、塊がなくなってるの、うんうんうん、すごい初めてでめっちゃ嬉しい。びっくり。なんていうか、はい、あのすごいなんかこんな劇的に変わることってあるんだって。あ、でもめっちゃすごい、なんだろう、感動。感動もすごい。よかったです。いや、めっちゃすごい。あ、もうすごい、なんか気持ちよすぎて、なんか眠くなっちゃいます。結構あれですか、あのやっぱり運動量が多いんですか？あ、運動、まあなんか、はいはい、結構私、うん、本当になんか、ああいう、うん、なんか、パッパッパッと、その、うん、あの、なんだろう、本当に、うん、短い時間にバーンと、あ、ガンガン動くみたいな、はい、そうですよね。なのね、すごい、本当にもう、うん、あ、かなり、なんか、陸上部、私、昔、高校入って、高校の時入ってて、走ってたんですか？あ、そうです、短距離の方なんですけど、うんうんうん、はいはいはい、結構その、うん、瞬発力、うんうんうん、僕したら瞬発力、うんうんうん、っていうか、まあその、はい、一気にバーンって力を使うっていうのが出てきたんで、すごいなんかその分張ってる、足もすごい張ってるっていうのがあるのかなと思います。塗りますね。もうなんかうとうとしてしまいます。どうぞどうぞ。脳が結構冷たいですね。あ、そうなんです。私すっごい冷え性で、もうあの多分冷たいと思うんですけど、なんか夏この時期とかでも、はい、すごいなんか冷えてるって感じで、はい、なんかやっぱ今でも言うてもアイスとかそういうのがすごい大好きで、はいはいはい、まあ、昔よりかは食べないですけど、やっぱちょっと冷たい飲み物とかがすごい大好きなので、多分それも
そうですね、それは影響ありますね。大阪出身なんですか？そうなんです、大阪出身で、ね、で、それで、まあ、なんかそれで上京したっていう感じで、で、まあなんか他にもその、まあ、アウトデラックス以外で、まあ、なんか、結構なんか、なんか、まあ、他にも、まあ一番低い、まあ、他にも、まあなんかネットフリックスの番組で、まあ、なんだろう、まあ、言うたら、テラスハウスみたいな番組があったんですけど、なんか結構、たまになんか、まあ、まあ、街歩いてる時とか、なんか恋愛番組出てたとか、言われたりして。そういうのにも出たんですか。まあ、なんか、確か、なんか論文のあつしさん、となんか矢口真理さんの番組、でそれでなんかまあ、番組に行ったんですけど、まあこれちょっと、言っていいかわからないけど、まあなんか、まあまあ、まあいいか、まあなんかあの、恋愛番組で結構なんか、なんですかね、すごい、スタッフさんとかに、なんか、なんか誰か一人でもいいから、なんかちょっと、なんか気になる人いない、って言われて、でそれでもう特に私まあいなくて正直にいやまあいないですねって言ったんですよ。そしたらまあでも番組的には一番おもんないので、まあ、成立しないですもんね。そうそうなんです。であでも強いて言うなら強いて言うなら誰ね、はい、っていう感じでもう全然上がらなかったですね。あもうそれやったらもうこれちょっと本当にもうここだけの話なんですけれども、もうここだけの話って言ってもうあれなんですけど、まあなんかあもうそれやったらもうちょっともうなんか網田くじでも何でもいいからちょっと、ああもうとりあえず絞ってくれと決めてくれと、はい、もうでそれでもう無理やり決めて、それでもやりづらいですね。本当は別にときめいてないのにときめいたふりを知るみたいな。まあなんかまあ、多分そういう、まあ、結構なんか恋愛番組って多いじゃないですか。多分他もそうなんやろうなって。そうですね。まあ、まあ演出はね、テレビはね当然ね、何もなしってわけにいかないですからね。まあ正直まあ、まあ今も別に事務所所属してないし、別に。言ってもいいか。まあそのぐらいはいいじゃないですか。やっぱまあそこはそう言われますよね。それは。まあ何の番組かは言ってないし、まあいいや。まあいいです。大丈夫です。多分大丈夫です。また一段足が伸びましたね。あ、嬉しいです。違います。ありがとうございます。色も変わりました。あのカメラで映るかわかんないですけど、肉眼で見た感じこっちの方が白いです。わかりますかね。見てみますか。はい、こっちの足と違う、こうこっちの方がやっぱり色が綺麗になるんですよね。嬉しいです。明るくなってますよね、透明感が。そうすごい、なんていうか嬉しいな。、はい、めっちゃ、はい、足そこすごいちょっとジグロっぽいですよね。そうなんです、本当になんか焼けてるはずがないんですよ、私足。はい、なぜかというと、もう足にすごいむくみがあって、もうなんかあ、隠してる。そうなんです、隠してて絶対に私、はい、あのまあその、はい、ズボンのね、はい、ロングスカートとかそういうのちょっと履かないので、足焼けるはずないんですよ。なのに黒いってことはやっぱり悪いものがいっぱい溜まってたんやろなって。多分血色が良くないってことですよね。なん
で、うん、流してあげればやっぱり透明感出ますよね。ああ、よかったね、本当に。うん、すごい本当にもうなんか足の太さを隠すかのごとく、もう絶対に私、うん、毎回もうその、うん、なんか全部隠れるやつばっかりきっちりで全然出ないようにしたいんですね。そうなんですよ、本当に絶対見れへん、見れへんようにしたいね。なので、そうです、焼けるはずないのになぜ黒いっていう、うん、あでもすごい本当にこんな気持ちいいのに、うん、さらになんかこう、なんかなんかまあ美しくなれる、はい、美しくなれるっていう、美容効果がありますあります。あーめっちゃ嬉しいな。今使ってるのがシアバターなんですけど、シアバターに美白効果もあるんですよ。肌を、いいですよ、大丈夫です。多分この動画見て中野さんのファンになる方とかいますよ。でもなんか全然なんか何も大したこと何も。いやいやいや。本当にすごい。もうなんていうか、はい、割になんですけれども、はい、なんか、うん、あれなんか出てなんか出てたよなとかいうふうに言われると、その番組とかまあなんか出てた。はいっていう風に、はい、まあ、なんか街中に、まあ、稀にですけど、はい、やっぱり、はい、お、知ってくれてて嬉しい、嬉しいですよね。まあ、本当に稀なんですけど、まあ、私、まあ、結構、まあ、池袋とかすごい、なんか、うんうん、まあ、いること多いんですけど、そうなんですね。あの、まあ、割とそこで、なんか、うん、結構なんか怖そうな兄ちゃんとかが、うんうんうん、なんかあれなんかあの恋愛番組に出とったっていうふうに言われたりして、なんか、うん、ちょっとそういう怖い系のお兄ちゃんって結構こうなんか苦手なんですけれども、あそういう人でも見てくれてるんだって思いながら。お疲れ様でした。今日は、はい、どうでした？もうすっごい本当になんかめっちゃ軽くなって、もう何より感動したのが、あのここにあったもの、そうですね、そのものがなくなって、ね、なくなってるって思って、はいはい、ちゃんともうなんかここには骨、これが本物の骨やねやって思って、今まではずっとその氷用骨やと思ってて、すごいなんかこんなに高い位置に骨あるなみたいな。まあ 骨はまあなんか人それぞれ高さちゃうんかなと思ってたんですけど、ちゃんと正常な位置に戻ったっていうのがすごい本当に感動して、もう本当にありがとうございます。いたしまして、よかったらねまた、いらしてくださいね。いやもう本当にもうこれもうリピートしたくなりますね、はい、めちゃめちゃ気持ちよすぎて何回も何回もなんか寝ちゃったんで。大丈夫です、ありがとうございます。本当に、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。中野さんは YouTube チャンネルとかはないですか？あ、そうなんです、私 YouTube 作ったこと一回もないんです。そうなんですね、アカウントはあるものの、はいはいはい、なんか作ったこと一回もないっていう感じで。そうなんですね、なので、まあ、私もなんか、まあ、作ろうかな。
をぜひ、なんかもしあれでしたらここでね、ご案内させていただくので、はい、はい、じゃあまた See you See you again See you again